ですね、食べてみたいと思います。あさり塩ラーメン、どんな感じか。これもちょっとこういうふうな札幌系の味。そこにスープを、まあ入れるんですが、そこにスープを入れると、こんな感じになります。さっぱりとした今度は塩味です。食べて。本当にこうあっさりとさっぱりした塩味もまたいいですね。このあさりもちっちゃかいですね。この小さいあさり、これがまたよくてね、たまにこのあさりだけ買って食べるとね、砂が混じってるようなことがあったりね、開かないあさりがあったりしますけども、なかなかですね、さっぱりとしたあさりベースね。味わいがいいですね。ほんとこうさっぱりとしていて、その中でこの、そんなにすごくない、塩味。そしてこう爽やかな味っていうのがいいですね。鶏ガラがちゃんと効いていた、さっぱりとした味わい。これはいいんじゃないでしょうかね。まあもうちょっと言えば野菜がたくさん入ったらいいかなというところがあるんですが、まあ、なかなかこの鶏ガラのさっぱりとした味わいと、まろやかっていうか、まあそんなに塩辛くなくちょうどいい感じの味わいがあっていいなという感じです。どうもありがとうございます。